この坂を越えれば私の天下が見えるのだろうか。民よ、私はお前たちに何をしてやれるだろう。曹操軍接近中、あとわずかで追いつきます。ビビるんじゃねえ。曹操軍なんざ俺が叩き切ってやる。道を開けろ。13年、他北の地に一大勢力を築いた曹操は大軍を率いて南下し、慶州への侵攻を開始する。その途上には繁盛の守備にあたる劉備がいた。空前の危機を迎えた劉備は彼を慕う兵や民を引き連れて逃亡する。そして殺到する曹操軍に対し、こうすることもかなわず退却戦を余儀なくされるのであった。この戦、逃げるを上策とする。民を守りつつ関水を目指せ。劉備殿の本隊は神明をかけてお守りいたす。全軍は俺に任せろ。犬頃一匹通さんぞ。加工点とは俺のことよ。かかってこい。次はこうはいかぬぞ。敵将討ち取ったり。趙文燕が湧いていたそう。私では勝てぬというのか。我らも後れを取ってはならんぞ。Thank you.
ざこの叙光明と刃を交え。全てを決するつもりか。全軍我が隊に合流し敵の追撃を振り切れ。し直してまいる。切れぬものはないのですよ。私の美学です。我らも遅れを取るな。you
汚らも一つにしてやるわ。覚悟を決めますか。敵将討ち取ったり。こんなはずじゃ。我らも遅れを取るな。するまで耐えよう。消え！
だよもう。抑えきれんようじゃ。Okay.
で終わりと思うなよ。